今回は、オパシマロというね、荒野行動大好き YouTuber 二人で、ちょっと雑談動画、はい。やっていこうかなと。あー、荒野行動大好き YouTuber、あー、はい。はい、大好き YouTuber 二人で。俺だって2018年からとかですかね。まあでもそうですね、僕も YouTuber やってないとはいえども、まあ2018年からやってたんで、確かに初期組ですね。今回はトークテーマをね、用意したんですけど。はい。まあ、荒野行動公認実況者、まあ、再生数もね、あの、はい、まあ、去年日本一だったじゃないですか、マロさん2019年。あれ、そう、僕そうでしたっけ？あ、多分そうなのかな。2019年はぶっちぎりであなたでしょ。ですよ。っていうぐらいね、荒野行動の、ゴンゲとかした俺らですが、いつまで荒野行動やるんですかというのが特テーマです。公式がね、荒野いつまでもっていうハッシュタグでなんか企画やってるじゃないですか。あ、はい、やってますね。いつまでもと来ましたかと。俺たちほら、ある意味エーペックスもフォートナイトもスルーしてるわけじゃん、荒野に捧げて。あー、確かに全身全霊荒野に捧げてるんで。でもそれが果たして YouTuber として正解なのかと言われたら、わからないじゃん。必ずしも絶対正解とは言い切れない。確かに、まあそうですね、まあ間違いない、そこに関してはじゃん。で、はい、実際だってほら、真人くんとかさ、荒野で70万まで行って、で、うん、それでコットモバイル行って、で、なんだかんだ今あつ森って登録者90何万人でしょ。すごいっすよね、本当に。だから、うん、そうやって外に卒業してさらに羽ばたく事例もあれば、うんうん、あの、なんか別のところに羽ばたいてしまって帰ってくるいるわけじゃないですか、こうやって。間違えたやつも何人か出たじゃないですか。あ、そうっすね、なんかまあ、はまあ、それ羽ばたいてるんですかね、それ。羽ばたいてるというか、なんか、うん、なんていうか、墜落したというか。言わない。え、実際さ、周りの荒野行動公認実況者の子たちはどんな感じの温度感なの？で、マロ君以外の人たちってさ、荒野しか上げてない人多くない？そうっすね、マジで多分みんな、多分荒野以外上げてる人なんて多分ほぼいないっすね、多分その僕の周りだったら。はいはいはい。まあ周りっていうか、荒野公認の人たちいわゆる。ああ、え、でもなんかそれで言うなら、なんか僕の周りというか、もうなんか1年前からずっとなんかもう e スポーツ、荒野公だ e スポーツっていう感じ来てたじゃないですか。はいはい、はい、だからなんかその YouTuber っぽい YouTuber がもうほんといなくなっちゃったんですよね、荒野も。それで言うなら多分。ああ、確かに e スポプロゲーマーよ路線みたいな人多いよね今。そうです、そうですね。あ、ごめんなさい、これ。ちょっと慣れてないもんで。実際どうですか、荒野の王マロ目線で、荒野の未来は明るいですか？荒野の未来ですか？明るいですか？まあ、でもまあ、まだ豆電球ぐらいの希望は。知らねえから。知らねえから。まあ、でもなんかずっと、え、なんかここまで来たらなんですけど、なんかもうそのもうこれ以上伸びるっていうことは多分僕はないかなと思って。だけどなんかどのゲームもそうですけど、なんか根強いファンがやっぱいかにどれだけついてくるかの問題じゃないですかね、もう。だからなんか僕的にはなんか e スポーツは結構まあなんかいい流れ、まあなんだかんだ言ってすごいいい流れなんじゃないのかなってやっぱ思ってますけどね。やっぱ荒野行動さん僕大好きなんで。確かに e スポーツは。あ、やって、俺好きすぎて3周年の車にしてんのバレちゃったよ。ちゃんとしっかりガチャ回してますもんね。ちゃんと荒野に還元してますもんね。おぱしさんは、おぱしさんは帰ってこないですか、荒野行動に。帰ってるじゃん。いや、俺さ、まあ、確かにずっといるよ。ずっと確かにちゃんとずっといるんだよな、なんだかんだ。なんかもう、親目線っすよね。なんかどちらかっていうと。そう。なんか、荒野の人っていうと語弊があるけど、確かに荒野にはいるんだよ、ずっと俺。ちゃんとなんか見守ってくれてる、なんかそう、パパ的な存在なのかなって俺は思ってますけどね。いや、パパだよ、パパ。まあ、パパ、まあ、いろんな意味でもパパですよね、おっぱいさんって。いやいやいや、お金は出さないんで、パパ。それは、そっか、お金、まあ、お金、でもお金払うのもいいですよ。お金払って、あの、正規、まあ、そうですね、何事もまあないですけど。なるほどですね。知らないんで。養うのもたまには人生経験だと。そうですね。やっぱり養ってこそやっぱ男みたいなところもあるんで。ああ、かっこいい。勉強になるわ。絶対なってないよ。絶対なってないよ、これ。いやー、e スポーツ。e スポーツでもいいっすよね、僕。じゃあ、20方面車。あ、OK です。OK です。20方面車。あ、多分あのパケ取りに行ったんじゃない？あー、やばい。狙ってますね。ね、狙ってます、ね、狙ってます。山上。あ、惜しい。え、いや、うまい、あいつ。え、てか、なんで気づいたし。
え、あ、車じゃないですか。ああね。そう、車があった。いやー、でも俺ダメっすわ、俺。SR ないんで。さすがに AK で抜こうと思っても多分これきついっすね。相手 SR っすよね。SR。おっと、後ろでも銃声が。あ、しょ、ダメ！オッケー、スタート。多分そんな突っ込んでこないとは思うんですけど、これ何で撮影ですか？ F。 あ、 か、あー、いや、いや、ショット来てる。同じや、やば、やばい。いや、こいつらうますぎ。え、なんか別途来てるっすよ。うわーやばい。あ、やばい、外に別からやり合ってる。勝った。は、え、え、え、なんで？ラグじゃないですかね、ワンチャン。銃声前は前から出てたんで、ワンチャンラグっすね。まあまあまあ。まあ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 。どっちが上かはっきりさせます。よろしくお願いします。お願いします。まあ、余裕なんですけどね。ガチっすか？俺、多分もうゲームだったら何でもうまい自信ありますよ。何でもうまい自信ありますよ。何でもうまい自信あります。俺は CSLR 4買ったんで。うわあ、マジっすか？うん、ガチか。くそ、そのことは考えてなかったな。ミスったな俺。 AR 買った時に。まあ AR の方がやっぱ圧倒的に安定感あるから強くね。まあ安定感はあるっすけど、いや俺も SR でパパパパーンって抜きたかったな。どうしたら格好つけて終わりっす。よいしょ。みんなでもこうや、どうなるんだろう。やり方さ、怖いのがさ、はいはい、2年前こうやメインでやってた人たちで、はいはい、こうや公認だった人たち、はい、誰一人として公認じゃないじゃん、ほぼ。確かに。そうで、下手すりゃもう上げてないじゃん。上げてない人多いっすね。怖いんですよ。やばい、歴史は繰り返される。いやだから今やってる人もじゃあ2年後どうなのっつったら、まあ多分ある程度は繰り返されるわけじゃん。確かに、ある程度はそうっすね。じゃん、なかなか緊張感ありますよ。いや俺も緊張感しかないです。多分だって今年で多分2年目ですもん、多分。そしたらお歴史は繰り返される。繰り返される。でもマラ君の場合はな、うまくいってる側の人だから、まあやめないだろうな。 まだ大丈夫ですかね。いやめっちゃでも心配っすけどね、本当に。いつもなんかいつ再生数落ちたらどうなるんだっていう、もう本当に嫌味なしで、結構本当にそれはでも思いますね。だから常日頃なんかやっぱりなんか荒野業界でも流行ってるものを取り入れてとかっていうのはちゃんとしてるつもりですけど。なるほどっすね。あ、あれどこ、おーどこよ、どこですかね。やっぱ FPS さんでちょっとバレないように立ち回りながら。やばい、惜しい。くぅー、やばい。おぉ、やめて、あぶねー。うわ、危ない。あー、くそー、聞きれないな。怖えな。いやでも SR が余ってた。あれだから体力全然余ってますよ俺。いやでも今ヘッシュあったんで。これはやっぱ繰り返さない。くぅー、待って、やばい。このリロードが一番危ない。近づいたら俺の勝ちだ。本当かな。どこだ、おっぱいっすよ。うーん、近づいたら絶対ね、もうぶっ飛んで。マジで。はい、残念。ガチ？うわ、うそや。あれ？マジっすか今の。いや、じゃ今のは俺が下手くそじゃなくてお前が普通にうまいっす。マジで冗談的でうまかったっす。うますぎて。それうますぎでしょ。いやー、マジ負けたくないな、本当に。本気、本当に。でもさっきも本気だったんだけどな。完全に勝ちに来てる動きだったもんね。マジマジ、そうっすよ。決めれば勝ちみたいな。そうそう、大人げなかった、マジで。YouTuber としてはマジで大人げなかったなと反省しますわ。いや、見せばっか来てありがとうございます。いやー、そこで見せれるのがやっぱ卒業してった人だなって感じですね。卒業って言うな。大高生代表だから。留年、2回ぐらい留年してるから。留年、ああ、留年か、留年生か。留年してるから。どこだ。いや、あれ、ビール挟んでたよな。ないな。本当にわかんないな。いや、多分こっち。おっと、見えてますね、おかしさん。いや、今のは危なかった。どこだ。あれか。待って、めっちゃ重い。いや、くそ、感度くそ重いな。よし、これ、これにしよう。やべえな。でも、マルクの SR だろ。
いや、わかんないですよ。S20 持ってるかもしれないし。SR 打ってた気がするんで。SR と SMG 変えちゃうんだよね、もしかしたら。あ、そっか。確かに。MP5 持ってんのか。MP5 かもしんないっすよね。MP5 ポイント足らなくね、だって。MP5 かもしんないっすね。よし、やったやばい、今のめっちゃうまかった。マジびっくりした。やば、今のバチうまかったっすよ。バチうま、今バチうまでした。うやば、やっぱこういうこと楽しいな。おい、ないな。立ち止まって SR でぶち抜かれるの超嫌なんだよな。ちょっとどこだろう、これさ、どこかな。え、分かってんの。いや、まあ分かってはないんですけど、まあどこかなって思って。なになに、なんで笑ってんの。おばさん、え、おばさん、そんなところ行っていいんすか。絶対ね、絶対見えない位置に俺わざと今いるんよ。百発百中でどっからも見えない位置にいるんよ。嘘だ。そうなんですよ、だからそれはブラフ確定なんですよ。いや、でも上からだったらめっちゃ見えるっすよ。上から、上から見てたらチーターっすね、この位置。わ、ってことは、わかりました、わかりました、なるほどっすね。え、やばい、やばいとこいる、やばいとこいる、やばいやばいやばい、ヤクソって、待って、トマキレ、まずい、まずい、やばい、SR、うわー、わかんなかった、マジで。